台湾の蔡英文総統は9日、台湾が独自に開発した小型の軍艦東港を視察し、この軍艦が加わることで海軍の海を守る能力が強化されると述べました。台湾の当局は東港が空母キラーと呼ばれる高性能な対艦ミサイルや戦闘機を標的にした対空ミサイルを搭載するなど高い戦闘能力があると説明しています。台湾は、 独自に建造した軍艦を次々と公開していて中国政府に対抗する姿勢を示しています。